クーテンホルツは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州のシュターデグイに、属す、マチソンで、ザムトゲマインでフレイデンベックを構成する自治体の一つである。クーテンホルツは、シュターダーゲースと南部に位置する。周辺のかつての森や高層湿原は、その一部が残されている。それ以外の場所は、農業の町になっている。首輸のクーテンホルツのほかムルズム、 ザーデルスドルフ、エッセル、アスペ、ブレンホルツの集落がこの町に属す。クーテンホルツは1313 13年にカオンホールトとして初めて文献に記録されている。ザーデルスドルフは1929年1月1日にクーテンホルツと合併した。1972年の地域再編に伴ってアスペ、エッセル、ムルズムがこれに合併した。 クーテンホルツの町議会は15議席からなる。町長は2011年から、ゲルハルト・ゼーバが務めている。名誉職のゲマインデディレクターには、ザムト・ゲマインデ町のフリードリヒ・ヘルクがついている。この町は、ニーダーザク選手では、数少ない紋章を持たない町の一つである。ただし、クーテンホルツ集落については固有の紋章を有している。それは赤字に、 銀の多くの木が描かれたものである。空天ホルツは、修道 L123 号線によって、西のブレーマーフェルデと結ばれており、東は、連邦道 B73 号線に接続している。この連邦道は、シュターデ、ブクステ風でハンブルクに通じている。町内を、鉄道ブレーマーハーフェンブクステ風で線が走っている。 この路線は現在エルベベーザー鉄道交通会社が運営している。下季の週末にだけヘーゼドルフシュターで勘で運行されるモアエクスプレスはムルズム駅に停車する。この町最大の雇用主は合成樹脂置き製造の RPC 包材空天ホルツである。ありがとうございます。